祝いの連チャンが続きます。トン三曲四本場。いやーペーポンできるかな。いやー結構できないと思いますよ。ちょっとね自分が座っててね、はい、自信ないですよねできるかどうか、ね、いや純粋にあのスーソローソーからなら上がりやすいからポンしようかなぐらいしか、うん、多分ね、本当に座ってたら思えないと思うんですよね。そうですね、実はスーソーローソー上がりやすいっていうね。そう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 、最終的になってもそういう手順があるっていうことですよね、うん、面白いですね。あ、なんとチューンが統一。はい、今曲ドラは9ピンです、うん、さあ第1打注目ですけれども、どこかの本図にしたいんじゃないですかね。やっぱりそうなると想像ですか。でもチャンタっていうのもあるんですよ ね、 あすね。でドラが9ピンなんで、ペンちゃんからそうですね、あペン3ピンからから、うん、そうするとどっちかの色に寄せやすいし、うん、別にチャンタもいけるんですよね。あれ、おっとっとっと、あな、なんだこれ、9ピンからいきますかドラからちょっといってみるけど、9ピンからいくのってどうなんでしょう ね、 でもこれ、ね、なんかメンツ戦にはならそう、な、ならなさそうじゃないですか、うん、ただキューピン行くと、もう2枚目のキューピン切っちゃダメなんですよね。もう切れないっすよね。そう、そこが難しいところですよね。国士行くときね。そうそう。10種あるのにドラがあんこっていう。うん。どうするんだろう。これ面白いですね。まあ、ファンパイが重なるかどうかですよね、道中で。どうするんだろうな。どうしよう。これ、ね、一旦そうしてみますけど、実際は多分なんか本質とかの方が早そうですよね。うん、なるんであれば、国士以外であれば。いや、これでチートイツもちょっと見ますかね。リャンマンかな、どうするんだろう。自敗、木原の川がちょっと自敗が気持ち悪いですけど、まあリャンマンしますね。そうですね、一旦想像の本質、無用チートイ本線ですよね現状はね。そうですね。あ、また難しいな、どうしよう、どうすんの。もうもうただのメンツ手にはいけないですよ ね、 もうね、ローマンとウーピン切っちゃった手前ね、もう無理ですね。いや、こうなるんなら第一打ドラだったかってね。そう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 。ねえ、とりあえずキューピン切ってみて考えるみたいのはね、意外と有効そうな。来ましたよ。ここで切っていきますか。うん、そうですね。はい、イーシャンテンですか。ここでキューピン切っとくと、あの次の手出しが小さになるんで、うん、あのチートイツでは なさそうって思いますよね、うん、はい、そうするとあの国士でテンパイした牌が上がりやすくなる可能性があるんで、チュンとイーソー、イーソーが山4、全部山なんですよ。チュンは山2、えこれ全然ありますね。恐ろしい、やめてやめて、ちょっと今のうちに。さあパーソーを岩井がポン、やばいやばいやばい、これ今のうち行ってきますか。あの静かに行ってですね。いや、さすがに分かるんじゃないですかね。いや、結構盛り上がるの好きですからね、みんなの。行ってきますか。本当にいいですね。はい、今総一郎さんがね、はい、あの、転売しても騒ぐなよって言いに行きました。昨日やっぱそういうね、ドリームマッチで会ったそうっていうのがある、ね、ありますからね、うん、一応念のため、うん、結構ねこれやってる方からすると安心して騒いでるところあるんですよね。だいたい聞こえないだろうっつって、うん、で今日多分来てる人たちに昨日ちょ違いました、絞るね木原さん。今だいぶ絞ってましたよ初。でもこれはね全然現実的に上がりがあります。ちなみに今あのパーソーポンが入っただけで特に馬強には、はい、変わってないです。未だイーソー4枚チュン2枚山のまま、はい、1回戦から役満が出るようだと他のチームは結構苦しくなってきますよね。いやいやマジかよ。あ、しかもドラゴン切るの、テンパイしました。怖い。それでも9ピン切ったらバレるんじゃない、何ってなりますよね。さあ、いやだからこれ変える時の安全度で残したんだと思いますけど、もういいやってバレてもいいやってことなんでしょうね、うん、そういうことでしょうね。さあ木原がテンパイしています。どう見えますかね。いやこれ9ピン切ったら国士にしか見えないんじゃないですか。街はチュン手出しですよ。だって今のいやこれよくわかんないですね。これあまだわかんないですよね。でも、うん、でもそうなんだろうとは思ってるだろうけど、はい、いやちゃんと考えたらでも9ピンから切りの可能性も一応あるのか。さあ皆さんふさふさの準備をしたがいいかもしれないですよ。チュンはまだ山に2枚来ています。いやこれまずい。これちょっと救いがあるとすれば岩井が本一仕掛けしてるから、ね、
チューンは出づらい。あと岩井のところに来たらチューンは出ないです。でもこれ積もられたらね、あー怖い、ね、積もられたらもう問答無用ですからね、どうしようもない。いやこれすごい成立成就しやすそうだな、この告知は。あ怖い、つむぎりますか。つむぎりですね、うん、そうですよね。これ9ピン2枚目はどうやって何と見えますか。うん、本当。あ、来た。いそ。さあチュンが祝いのところに入って、祝いに天杯が入っています。町はなんと初、これなんとね、木原がね、あの変えるとそうですね、初宝珠なんですよね。ただこれ変えないっすかね、変える入ってないんじゃないですか。9ピンぐらい、もう一回最後9ピンはもうないんですよね。ないですよね、はい、はい、9ピン引いても多分積もぎると思いますよ。ここがね、想像密ですからね。これ岩井が勘したら面白いですね。さあ、なんとキムにも天杯が入りました。町はスーチーマンです。これめちゃめちゃいいんじゃないですか、スーチーマン。無邪気、無邪気。現状3人天杯。無邪気。スーチーマン山四ですね、これ。山四、山四ですけど。いやどうするんだろう、これ。キルハイ三ピンが現物ですか。ああコメントで初切ってたらチュン積もってたっていうのがあるんですけど、確かに確かに天杯打牌が初だと、そうですね、岩井が仕掛けて、はい、岩井のところに行ったチュンが木原の積もと、んそういうことですね。そうですか、対面ですもんね。そうですね、そうですか。どうしてですか。9ピン2枚目切った時点で初重なってないですよ。あそうでしたっけ。さあキムから最後のチュンが出ました。木原の上がりとなりました。国士無双3万2000は3万3200点の上がりとなりました。かさあ出ました、役満。今年今シーズン初の役満ですね。第1号、はい、この決勝で、そんなそんな簡単に上がれるんですかこれ。さあスッチーはもう山にいたんですけどね。杉山チャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。まーちゃんや人狼の動画をほぼ毎日アップしています。チャンネル登録はこちらから、高評価もお願いします。ぜひ見てね。